は松原仁の街角 YouTube です。今日はワンちゃん子2匹いますが、1匹はニックちゃん、1匹はナポレオンちゃん。ちょっとニックちゃんは腰の調子がおかしい。1匹はニックちゃん、1匹はナポレオンちゃん。ニックちゃんはちょっと体調が思わしくないので、バギーに乗って、ね、散歩します。今日から東京工業大松原仁の YouTube、 街角 YouTube、ここが東工大の本部になります。今玄関入ってきて、周りの木はこれ桜なんで、春に来るとすごく満開なんですが、ここはまた芝生で、昼間の時間はですね、太陽が照ってる時はたくさんの子供たちが遊んでます。今日はうちの犬が2匹、芝生は入りませんので、ここにこうやって2匹いるわけですが、1匹のニックちゃんはバギーから降りて今ですね、ここは自分で歩く、こういったことであります。大変に静寂ないい環境であります。何か向こうの方でイベントをやっておりますが、ぜひとも愛犬家の皆さん、東工大こうやってですね、すごく車の心配もなくゆっくりと入って味わうことができますから、どんどんとですね、東工大にたくさんの方来ていただきたいとこう思います。東工大のですね、まあ大岡山北地区っていうところになるんですが、あちらに池があります。東京大学には三四郎池ってありますが、東工大の池があります。ここにまあこの 雑草というか雑林がありまして、ここにワグナー先生っていう東工大で貢献をしたドイツの学者のですね、碑があります。これはですね、向こうに行きます。これはイチョウ並木でして、イチョウ並木ずっと過ぎていくと、そこは自由が丘の駅になります。大岡山の駅と自由が丘の駅、そして石川台の駅の真ん中にドーンとあるのは東工大ですから、非常に歩きでもあるし、ワンちゃんが散歩するのに、こういったですね、この東工大を含めて非常に散歩しやすい環境だと、こんな風に思っております。これを上がっていきますと、富士山が見えるその高いところがあります。はい、工業大学のキャンパスの中、ワンちゃん2匹連れて歩いてます。大変にあそこの芝生がですね、いい感じでして、まあ、子供たちが芝生でゴロゴロ転がってますけれど、こういったですね、ゆとりのあるその場所っていうのは東京都世話しないんであまりありません。今はこれ1杯80円のココアをですね、そこの自動販売機で買って飲んでいますが、本当に僕にとってこうやって犬2匹とですね、うちの奥さんとこの4人でこうやってゆっくりする時間は貴重な宝物のような時間です。こういった貴重な時間をですね、やっぱり多くの皆さんに東京工業大学来てもらって、ワンちゃんいなくてもいいわけですが、子供がいてもいいんです。ワンちゃんがいてもいいし、そういうですねことをやって、ちょっとこうゆっくりとですね、団らんを大切にする、そんなことを心がけてはいかがでしょうか。ずっと千束池回ってますが、ここは千束池の休憩所ということで、新しく区が作ったものであります。犬は入れちゃいけないんです。ワンちゃんはダメなんですが、すごく明るくてですね、モダンな感じで、夕方の5時まで使える。あ、こんにちは。あ、こんにちは。よろしくお願いします。ありがとうございます。可愛いワンちゃんですね。大井町の駅でね、はい、お話してるところに伺うと思うんだけど、時間がないからいつもごめんなさい。すいません、手を振っていただく大丈夫です。ありがとうございます。はい、まあ、ということで、ここは休憩所ですね。はい、使ってください。よろしくお願いします。犬一匹ということなんで、私のですね、私とうちの奥さんと2人でですね、一匹ずつ犬を連れて東工大にこれから入ってきます。非常に東工大の中は閑静で、犬の散歩に適した場所ですから、多くの愛犬家の皆さん、東工大にですね、来てもらっていいと思います。じゃあこれから入ります。松原仁の街角 YouTube、 今日は今ワンちゃん2匹連れて東京工業大学の中を歩いています。ここはですね、非常に景色がいいところで、またこうやって木々もたくさんあって、向こうは桜です。でちょっと向こうに行くと、東京大学は三四郎池ってあるんですが、ここはですね、東工大の池があります。大変素晴らしい、ワンちゃんが散歩するのに適切な、お友達のワンちゃんも歩いてきましたが、適切な環境でして、ぜひともですね、ワンちゃん好きの皆さんは東京工業大学、特に桜の時期はもう
この本いわゆるその本部校舎の前、桜満開ですから来てもらいたいと思っております。ワンチャン天国ですね、ここは。この後今日はできれば専属池もうワンちゃん連れてまいりますが、ここは本当にいいところです。皆さん一緒に来て、この犬と一緒にですね、なんか愉快なひとときを送れますよう心よりご期待を申し上げます。松原陣の街頭 YouTube、 これ専属池の中であります。ここ魚がですね、人間が来ると餌もらえると思うと寄ってくるんですが、餌をやっちゃいけないってことになってます。であちらはカルガモとかですね、カモとかカメとかいるわけですね。大変に自然に満ち満ちたところでして、向こうを見るとですね、太鼓橋ですね、見えますかね、太鼓橋があって、あれが専属八幡神社に行く道になってます。非常にこういい感じで、周りは湖というか池ですね、大変にいい場所 で五松庵ってお寺があって、そこで日蓮さんが袈裟をかけて足を洗った。ですからその時日蓮さんの袈裟をかけた袈裟掛けの松っていうのは今も残ってるんですね。ぜひとも多くの皆様に来ていただきたいと思ってます。非常に素晴らしい場所です。それでは勝海舟先生のお墓に、ちょうどこれ真正面行った左側が勝海舟先生のお墓ですが、ちょっと行きたいと思います。松原陣街角 YouTube、千足池を歩いてます。ここは千足池の、神社といいますか、水神さんを祀っている場所なんです。もともとはここはですね、千足池の中の小島みたいなものですが、非常にここもですね、本当にいい環境で、ちょうど真正面が桜山で、4月になると桜満開の桜山、ここはですね、そういった意味ではこの水の神様を祀っていて、毎年1回北条絵って言いまして、生きてるですね、鳥とか魚とかをここに放す、そんな行事もやっている大変素晴らしい場所です。今日はその場所に犬2匹連れて、ニックちゃんとナポレオンちゃんの2匹を連れて、まあ2匹も随分という今日歩いてますが、ここまでやってきたということです。大変にですね、景色がいいですね。あそこにボートの1台2台ありますけれども、景色がいいわけであります。今日は専属池を歩いていますが、こちらがですね、専属八幡神社という大変に由緒のあるお社のあるところで、ちょっと神社木があって見えませんが、その専属八幡神社に向かう道がこの太鼓橋みたいなもので、大変に今整備をされています。あそこにちょっと赤い鳥居が見えますが、あそこが専属八幡神社の鳥居ということです。目の前はこれ大きな日蓮大聖人が大好きだった池がありましてですね、今うちの犬が飛び降りてしまってわけでありますが、本当に素晴らしい場所ですから、2匹の犬が今日もこうやってですね散歩していますが、ぜひとも皆さんには来ていただきたいと、こんなふうに思います。ありがとうございます。ここは勝海舟先生、勝倫太郎さんのお墓です。これからですね、勝海舟さんのお墓に入っていきたいと思います。ここはですね、勝海舟さんと奥さんが一緒に収まっているお墓です。勝海舟先生の明治維新における偉業をですね、忍びながら、氷川聖なんかも大変読ませていただいてますが、ここでまずお参りをしたいと思います。勝海舟先生、こんばんは。ちょうど今夕方の4時15分ですから、こんばんはということでご挨拶をいたしました。あちらはですね、西郷南州高森のひまわりまして、ここの公園はですね、勝海舟さん、その今お墓もありますが、西郷南州さんと維新のこの烈士をですね、大変に祀っている場所です。裏側に建物が見えますが、新しくできた、ちょっと見えないですが、あそこにちょっと見えますか、あれが勝海舟記念館ということで、ついこの間開館いたしました。そこに勝海舟先生のさまざまな御遺品とかたくさん集まっているわけでありまして、今ずっと専属池、ご案内をしてまいりましたが、こういったですね、文化的遺跡もあって、そして日蓮、さんがですね、足を洗ったという袈裟掛けの松というものもあります。それだけの文化的なものがあって、しかも水があって、鳥がいて、亀がいて、魚がいて、緑があって、であちらは桜山というのは4月にはもう山いっぱい桜満開の山がちょうど隣接をしている、
この風光明媚な場所、どうかですね、たくさんの人に来ていただいて、心を落ち着けながら、そしてこの明治維新の頃の日本の激動を思い浮かべてもらえればと思っております。今日は私は2匹のワンちゃん、ナポレオンちゃんとニックちゃん、2匹のワンちゃん連れてここに来てますが、本当にですね、こうやって犬もですね、懐いてるわけでありますが、素晴らしい場所だと思っております。ぜひお越しください。ぜひ来ていただきたい。お待ちしてます。これは勝海舟記念館です。勝海舟入場料は一般300円、小学学生、中学生100円と、まあ、団体割引もあるということで、今もたくさんのお客さんが中に入って歩いてます。ここはもともと勝海舟記念館、勝海舟を記念する建物として昔からあったんですね。これはもう終戦直後といいますか、かなり昔からあった。それをですね、もう一回大田区がリニューアルして、さらに勝海舟のさまざまな遺品をですね、集めて、こういった勝海舟記念館というのを作ったわけです。大変に歴史があって、ちょうど先ほどご案内した勝海舟先生の墓がそこですから、お墓から50メートルぐらいですかね、お墓から50メートルぐらい離れたところにこの勝海舟記念館というのは作られた。中見るとさまざまな企画があって、明治の時代の日本のですね、動向やそういったものをですね、見ることができます。ここに勝海舟記念館とこういうふうに書かれてました。ぜひともですね、この我が勝海舟記念館、たくさんの人に来てもらいたいと、こういうふうに思います。勝海舟記念館、開館して1ヶ月なんですが、1万5000人近い方々に来ていただいて、今日も日曜日ですが6時までやってるということで、本当にですね、年間パスポートで来る人もいると、こういうことであります。一人の多くの方に先祖家の継承の地を回っていただいて、勝海舟記念館で歴史を紐解き、また実際勝海舟先生のお墓もありますから、そこでこうですね、祈りをしてもらって、有意義な一日を送れる場所です。皆さんを来館お待ちしております。